では下側の島、外交的なアドボケイト、はい、この探究的な理想主義者、つまりオープンエンドの経験を好み、オープンなワールド、はい、マイクラですね、はいはい、マイクラの経験、はい、ごめんなさいやめます、はい、オープンエンドの経験を好み、はい、指示を出すよりも情報を提供する傾向がある人々は、うん、アドボケイトの役割を果たします、うん、孫さんの動画見ようよ、うん、この本がこういうふうに言ってるよ、老子がみたいなそういうことですかね、かもしれないですね、はい、この理想主義者にとってアドボケイト、提唱は文字通り人々が自分たちで言葉にできない意見や立場、信念、アイデアに声を与えるということであり、人々の間の共感と理解を育むためのものですと。アドボケイトは他者の代理で行動し、他者の支持者としてクライアントの活動家、信奉者、大使、熱狂者、擁護者、支持者として行動しますと。他にアドボケイトの役割には名誉でないものもあります。例えばプロパガンダや宗教活改宗活動など、改宗っていうのは宗教を改めようみたいな一方これは他方に対抗させるものですと。しかし NF の外交的なアドボケイト、提唱の多くは対立を調停し、人々を結びつけることを希望して行われる、まあ、なんでその活動改宗みたいなことの面もあるが、うん、まあ、多くはこのまあまあってやりたいよっていうことですね、うん、まあ、行き過ぎるとプロパガンダみたいなってことですよね、はいはい、でまずチャンピオンの方ですね、はい、ENFP、 この表現豊かなチャンピオンと、まあ、控えめなヒーラーは補完的な方法で活動すると。チャンピオンの方は、うん、どこへにでも行き、自分の世界で起こる意味のあることを直接経験したいと熱望していますと。これらの外交的なアドボケイトは問題や出来事を探求後熱狂的な信念に満ち、信じるようになった原因や理想の真実を快く受け入れ、支持し擁護し戦い、公平かつ賢明に行動するよう他の人々を動機づけるために尽力を尽くします。マイクラ理論だって言ってるやつですよねENFP でしたね、はい、おそらく、はいはい、そして他の人々に対してその紛争を解決し、正義と賢明さで行動するよう促すことを意図していますと。一方ヒーラーは個人的な和解に深く取り組んでおり、近くの人々の完全性と健康を保存または回復すること、また状況に応じてだが、そういうことを大切にしていると。ヒーラーは霊的な仲介者であり、対立する派閥の間に架け橋として行動し、他の人々が内なる平和を通じて健康を見つけるのを助けることを願っていると。あ、なるほど、ヘルス面なんですね、うん、このように癒しは受け入れ、適応調和、許し、解決、再統一といった人々との関係を修復したり、分断された自己を一つにすることに関するものだと。ヒーラーは本性が非常に控えめであり、そのため舞台に脇で働くのがより快適だと。実際彼らは定期的に隠れた場所に退く必要があり、そこで生命の神秘を考え、自分自身の健全性を取り戻すことに時間を持つ必要があるんだと。しかし彼らの出来事に対する倫理的な見解が彼らを公の役割に押しやると、そこで使命感に満ちたリーダーとして非常に効果的に活動することもできますと。なるほど。ではこのバリエーションを比較するとこのような違いがある。これが違いですね。理想主義者はこの4つの役割をどれもうまく使いこなすことができるが、どれもそのタイプほど使えるものじゃないと、はい、理想主義者同士を区別するのは彼らの知的な構造、
つまり外交的な役割のプロフィールですと。一部のメンターはグループの教師として優れている一方、他のメンターは個人のカウンセラーとして優れている。教育とカウンセリングは同じ人物で並行して発展することがあり、教育者が事業内外で学生をカウンセリングし、カウンセラーがグループセッションを行ったりセミナーを行ったりすることもできますと。同時に一部のアドボケイトはチャンピオンとして優れている一方、このヒーラーは紛争のヒーラーとして優れていることもできると、うん、チャンピオンは敵対する派閥に癒しをもたらしたいと考えることもできれば、みたいなことが書いてあります、はい、で言ってるのは共造関係として ENFJ と INFP、 ENFJ と ENFP が能力反対になるよっていうことを言っています、はいはい、なんでまあ MBTI の、はい、この心理機能と違い、はいはい、うん、理解的にはこっちの方がしやすいというか、まあ、分かりやすいかなっていうのはありますよね、はい、確かになんかどれだってなるじゃないですか、心理機能で、はい、内向感覚と、はい、外向感情が、はい、でこっちが外向だと次のやつが内向になってとか、はいはい、んって感情外向内向とかってなるのが、はい、これだとよりシンプルな、はいはい、感じを受け取ってます、うん、どうでしょう、はいはい、あ、ヤンブルさんごきげんよう。 V あのちゃん、確かに ENFJ の友達みんなのためなら何でも行動するし、悩みある人にすぐ話しかけて解決してあげようとすると、うん、まあ、こういうカーシー博士は行動からタイプなので、はい、うん、分かりやすいかもしれないですね、うん、より人の行動を見て何を考えてるかではないですからね。そうですね、はいはい、どんな行動をしているかっていうのがタイプの基準なので、うんうん、人のために人の簡潔なことしてるじゃんみたいな話ですよね。仲良くしようよっていつも言ってるよねっていう。仲良くしようっていうか、はい、まあ喧嘩が嫌だと思ってます、はい、まあまあってつなごうとしてるみたいな。で僕にはそれができるって思ってるんですけど、はい、できないって言われます、はい